庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます下道です。今日はいちごの実を大きくするためにあと一歩大切な葉かき作業についてご紹介します。私もいちごの苗を育苗中なんですが、だいぶいちごの苗としてはうまくいってる状況です。もう一歩大きくて立派ないちごを作るには重要な作業があります。それがタイトルでご紹介しました葉かきです。この葉かき作業はやるかやらないかで大きな差が出てきます。農家さんたちは葉かきが重要だという方がたくさんおりますが、なかなか実施する暇がなくてやらない方がいらっしゃると思いますが、今回どんな作業かやってみたいと思います。では行ってみましょう。それでは最初に葉かきの目的が何点かありますので紹介しておきます。まず1点は実を大きくするための葉かきです。もう一つはプラウンを大きくすることによってたくさんの実がなったり大きな立派な実がなったりすることです。3番目が葉をつけることによって害虫の住処になって育ちが悪くなりますので、葉を取ってすっきりとして育苗をしていただきたいと思います。なぜプラウンを大きくするとイチゴが立派に育つのかご紹介していきたいと思います。プラウンを大きく育てることによって花芽がたくさんできて大きなイチゴができるためです。葉をそのまま放置しておりますとプラウンに養分がいかず葉ばかりが育ってしまうことがあります。週に1回ぐらいは葉をチェックしながら葉かきをしてみてください。だいたい今の時期のイチゴといいますのは葉が1週間から2週間経ちますと1枚ほど増えていきますので、増えた分を定食までの間に葉かきをしてみてください。ということで現在のイチゴを見ていただきたいと思います。現在のイチゴの状態です。葉っぱが1枚、2枚、3枚、4枚、5枚ほど出ておりますので、2枚ほどこれから葉かきをしてみたいと思います。またこのように小さなランナーが伸びてきておりますので、こういうものも早めに根元から取ってみてください。まだこちらはクラウンが小さいので大きくなるようにしていきましょう。こちらを見てください。先日摘葉したイチゴなんですが、葉が1枚、2枚、3枚、新たに4枚目が出てきております。このクラウンの部分をご覧ください。このように新しい芽がどんどん出てきます。このような状態を目指すために葉かきをしていきましょう。ではやっていきます。ではこちらのポットに育苗しているものをやってみます。こちらに5枚の葉っぱがありますが、2枚葉かきをしてみます。こういう強いものについてはハサミで取っていきましょう。無理に引っ張りますと根元が浮いてきますので、ハサミで取ってみてください。取ります。もう1枚取ってみます。弱々しいもの、もしくは一番外側についてるものを取ってみましょう。ランナーも根元からカットします。このように葉っぱが2枚から3枚ついておれば十分に育苗をできますので、このように取ってみてください。ということで葉かき作業を終わりましたが、その時に注意していただきたいものをご紹介していきます。それは病気に感染した葉っぱです。育苗中に泥はねや通気性が悪いことでカビが原因で発生したりする病気があります。代表的なもので言いますと炭疽病という病気です。ちょっと見ていただきましょう。こちらが感染している葉っぱです。このように赤っぽい斑点がいくつも出ております。こういったものをそのまま育てても株自体に病気が広まったり他の株に広まったりすることもありますので、
対策をしておきましょう。まずは発生している葉っぱをカットしてみます。この株には2枚の葉っぱに発生しております。炭疽病というのは雨水で伝染する可能性がありますので、このようなものを放置しておきますと感染が広まっていく可能性があります。見つけ次第除去しましょう。このようにカットして症状が治まれば、そのまま株を育てていきましょう。芽が出てきてそれにどんどんと発生してしまう場合には、その株は破棄していただきたいと思います。病気を持っている株ですと実があまり良くないものがなる可能性があります。細かく除去作業をしてみてください。最後の対策をご紹介しておきましょう。残り植え付けまで1ヶ月ほどですが、乾燥防止には努めてください。まだまだ暑い日が続きますので、ポットの中の水分や地植えで育苗している方は乾燥しないような対策が必要です。こちらをご覧ください。先ほどから見ていただいておりますが、藁と寒冷紗を使っております。藁を使っていることで泥はねを防げますので、病気予防にもなります。乾燥防止にも役立ちます。またこちらの寒冷紗を設置することで強い直射日光を防ぐことができます。ちょっと元に戻してみます。完全に覆わなくても直射日光が防げるような状態で寒冷紗を張ってみてください。下の部分は逆に通気性が良くて空気が通るようにしてあげましょう。しばらくの間は害虫などの発生も気にしなくても結構です。実際に定植した後にアブラムシやヨトウムシ、ハダニなどもつきます。今のうちは通気性を良くしてのびのびとイチゴを育ててみてください。ということでまとめです。1つ目、1株あたり葉は3枚ほどにして、あまり多くならないようにしておきましょう。2つ目、病気に感染したと疑われる葉っぱは必ず除去しましょう。3つ目、乾燥しないように藁を使ったり寒冷紗を使って管理しましょう。水やりなども定期的にやってもらいたいんですが、泥はねが起きないようにその辺は注意して管理してみてください。いちごの植え付け時期としましては10月から11月です。あと1ヶ月ほどの育苗ですが、ぜひ立派ないちごの苗を作ってみてください。今日はやるだけで差が出る葉かき作業についてやってみました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。ではまた、バイバーイ。